お気軽すぎるやろ。あれはうろた、あれはうろた。みんな温度差強くなりたい。強く。秋山さんに習えばいい。ほんまや、ほんまや。胸筋の動かし方からやる。ほんまに願いやで。おー、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、ありがとうございます。いいじゃん、いいよん、いいよん、いいよん。順にお並びください。はい。13番の方。14番、はい、ありがとうございます。15番よっしー。16番の方、14番です。よかった。17番、座れるよ。よかったよ、とりあえず座れるよ。19番の方、マイジャガニックです。19番の方、まあね、前スリーでもいいかもなんですけど、多分どこに変わらないと思うんだよ。うん、マイスリーの方がいい。いや、フォーの方がいい。フォーの方がちょっと大型的に、うんうんうん、全ての猫たちに、世界中の猫たちに届ける、うん、猫あるあるある、猫あるあるある、猫あるあるある、猫気がすんだもん。猫あるある。猫あるあるある。猫あるあるある。知らん。ゆっくり、ゆっくり。大丈夫、奥まで行く。大丈夫。まあ、オープンまで今しばらく、あ、今しばらく待ってみたいな。じゃあ座って待ってた方がいい。14番、そう。で、マイジャグ3、ちゃ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 、マイジャグ4
この角に670番台に座れたので、ちょっと朝一やっていきます。よかったよ。もうだってな、ほんまな、110人くらい並んではったな今日。そう、110人くらい並んではって、わしは14番でした。来てるで朝から。そうで、まあ、早速ちょっとさっきビッグチェリー付きビッグ当たってんけど、そう、投資が今んとこ2000円でございます。はーい、ちょっと朝から頑張っていこう。そうで、店内は今もちろん満席でございます。そらそうや、すごいよ朝からあっちこっちでピロリロ言うてるな朝から。朝からほんまホッパーエラー音が鳴りやまんな、あっちこっちで。うー、朝一ビッグのな出玉がつながってくれたらよかってんけど、なんかつながらんかった。追加投資です、3000円目。やっとや、731ゲーム、単独ビッグや、ありがとう。はーい、投資1万6000円です。いやでもどっしりとしてな、頑張って構えてたやろ。そう、ぶどうが良かったから、そう、ぶどうが良かったからな、信じてな、頑張って売ってんねん。ぶどうと店がいいから。そう、見て、角チェリーにも若干の設定差があるので、気になる方は数えましょう。はあ、またゴッドやった、今の当たってたわ。ブドウ4連したから。なんかな、あんな、なんかあのプレミアでさ、猫踏んじゃったな、流れてきたやん、この前の動画な。あれどっか行ってんけども、わしの話を聞いてよ。よっしゃ、136ゲームまたキュッキュッてやんの忘れたし、バーやタンバケ、ピバケ2回引いてどっちもタンバケや。モロータ、ちょ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 、モロータでチェリー重複。ビッグ来て、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 ビッグ来て。バーやったわ、1ゲーム連したけどバーやったわ。どこ行ってん、ほんま。なったから数えようと、 6.13 か、ブドウいいやん。そう、チェリー、角チェリーが今35分の1で、そう、設定、まあ、5、6レベル。そうで、ブドウが今 6.13 やから、ブドウ 6.13 やからな、あれや、
設定、まあ、これも5、6レベルやったっけ。そう宣言の時点ではそんな感じでございます。はーい、よっし。いやでも合算が、まあ、ちょっと悪くて168分の1やね。でも丹波系3分の2やし、あるで、まだまだある。いやまあでも170分の1によくなってくれたよ。もう一時は700何分の1とかやったからな。ちょっとまあマシや、まだ良かったよ。ああ、タンバク3分の2、うん、ブドウ 6.13、 カドチェリー35分の1、いいやろ。ガッサンがついてきてないだけで。え、やろ、今日は違うで、勝ちに来てるから。いやてかもう店が強いからさ、店がやっぱこんだけなちょっといいからさ、データもしっかりしちゃうよ。チェリー40分の1、合算222分の1。はい、今日はポテトフライとカモジェルそばにしました。はい、ケチャップとお塩もついてきたね。ちょっとおかしいでしょ。なんでちょっと豪勢豪勢、見て見てよ、カモ汁そばとポテトフライにしましたよ今日は。はい、じゃあなんでいただきます。嬉しい。どうしよう、どっちから食べよう。でも痩せるためにやっぱりこういうちょっとヘルシーな方から食べる。カモ汁そばやって、普段なかなかちょっと巡り合わんで、嬉しいで。つけ麺やで。おいしい、お上品な味がしてる。お上品やわこれは。ポテトフライを、ご飯の代わりだ。うん、ほう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 、そういうこと、そういうこと。これおかず、ご飯だから左に置いて。はい、ごちそうさまでした。セット。はい、じゃあね、ちょっとお昼から帰ってきたら、あのこの、まあ、まださっきのマイジャグ4よりちょっとマシゲなファンキージャグラーが空いていたので、これを打っていきたいと思います。お昼からな、よっ。8の8でな、2514ゲーム回ってて、8の8で合算157分の1の台。さっきの子よりはマシでしょう。やっと足の時代が来たで。はい、517ゲーム。
いいねんけどさ、いいんやけど、いいんやけど、総投資2万2000円でございます。よっしー、153ゲームや。ブドウ 5.6 5.6、 そう 5.6 やで。ビッグや、嬉しい。投資は2万5000円でございます。そうや、別にいいやった。よっしゃー、21ゲームバーン。よっしー。なメレンゲっていうバンド知ってる？知ってんの？なんで知ってんの？まだやったことあんの？そやん。ああ。嘘や。ちょっと好きやねん。テレレ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 。そう、好きやねん。なんかな、私なような FM 聞いててんやん。802な。ほんでな、そん時になんか。なんかそん時好きやったなーいう曲をな、なんかでも歌詞名とか、そか歌手名とか、その曲名とかはな全然わからんねん。ほんでな、あのあれや なんか歌詞がちょっとだけ残っとったから、なんか検索してんやん。でもなんかちょっと違うし、うーん言うてな、なんかちょっとアップしたらな、やっとこれや言うて、ほんだそれな、メレンゲの人のな歌やって。そう、好きやねん。てれれ、あ、なんかな、好きやねん。そう、さ、ああいう感じのが好きやねん。ゴーイングアンダーグラウンドとかさ、そう、メレンゲ、くるり、そう、スキマスイッチ、ミスチル、すがし顔とか、まあ、ちょっと派生していくねんけどさ、ああいう感じのが好きなんよ、わしは。シネマスタッフとかさ、ちょっと。抽選番号14番で甘いのいたぐ方座って、で、あちょっとなんかよろしくないな言うたら、お昼行って帰ってきたら、なんかよちょっとまだマシなファンキーが空いとったので座りましたね。それがあれよあれよと良くなりましてね。そうそう、
最初さ、私が座った時さ、157分の1とかやって、そうそう、合算がな。で、まあ最終的には125分の1になりましたよ。そう。うん、そう、2513ゲームだから。そうそう、いや、まだこっちの方がマシよ、言うて。そう。そう、最初に座ってたな、マイジャグ方が。ね、222分の1になってしまってからな。そう、2000ゲームはして。あれよりはファンキーの方がいいと思ったら、まさかのあれは、でもな、そう、いろいろ他、そのブドウとかも795個、そう、6.1 分の1やから、もう設定6相当ですよ、これは。あ、そう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 、5分の1。そう、そうやねん。で、ファンキー3台やってなあ、全体的に良かったよかな。左も、あー、へー、あのファンキーは確かに何回かわしも、確かに確かに。でも今日は良いファンキーでした。はい、良いファンキーでした。そう、そうですね、ファンキーの良い部分をいただきました。はい、というわけで結果が、私ね、ちょっと10000、あ、違う、もうということで結果が、まあ、私ね、あの1250枚投資回収が良きファンキーのおかげで、てらーん、3301枚。はい、というわけでね、結果の方が、結果がプラスの2051枚。大勝利。今日の店内はなんか、あの、気づいたことがあります。今日はなんか3つ塊で出ていました。はい、なんか、そう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 、1列9台くらい、うん、9台か10台かくらい、そう、寒い、うん、ぐらいで出てましたね。そう、塊で出てました、うん、だから目立ってた、まとまってバーンバーンバーンっておってから、そうそうそうですね。そう、あとなんかバラエティの方でも結構なんか良さげな挙動のあれを聞いたで。え、嘘やん。そう、バラエティの方でも結構良さげな、なんかちょっと聞きました。そう、あ、今の実はね、まあ、まあ番長3からもその通常 BB を引いたというのをご報告を聞きましたし、そんなとこですかね。また来月よろしくお願いします。よかった、大勝ちっこ。